11月28日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、原油下落は何を示すか。2、繰り返す歴史。3、投資戦略は変わらず。こんな感じです。はい、パフォーマンス11月も好調で、何日かしたら、このブログでもですね、言うんですけども、グローバルマクロは 15% 以上、それから、個別銘柄も 13% 以上ということで、非常に好調です。で、その今まで弊社が言ってきた、コア戦略ですね。アメリカ株と米ドルを買って、他のものを適宜ヘッジとして使うという戦略がもう、大当たりした感じなんですけれども、さらにですね、それが、もっと、顕著な形で現れるのかなという気がしています。まずですね、今週その原油価格が急落したっていうんでニュースにもなりましたけれども、今 WTI が70ドルを割れてるんですよね。で、これ5ヶ月ぐらい前には100ドルを超えていました。4、5ヶ月前には。なので、もうあっという間にですね、3割ダウンしたわけです。これ何を示しているかというコモディティ全部下がってるんですよね。景気悪いんですよね。アメリカとか一部の国を除いてですね、アメリカ。で、日本もなんとか異次元緩和で、持たせてはいますけれども、消費は冴えないし、結構崖っぷちのところがある。で、新興国は前から言ってるように、かなりやばいです。で、エネルギーずっと下がってて、こういうチャートも、会談になれば見られるんですけど、エネルギーこういうふうに下がってて、コモディティ全部下がってますよね。ちょっと最近、農産物が反発してるんですけれども、でもやっぱり基本的には右肩下がりにあります。で、コモディティが下がると何が困るかっていうとですね、それに頼ってる国が困るんですね。例えば、石油が下がれば、国家収入のほとんどを石油に頼っている国、例えば、ロシアとかもそうですし、どこですかね、ベネズエラとかもそうかな。結構そういう国多いんですけれども、そういうところが困ります。で、一方、先進国にとってはいいんですよね。産油国に払う金が減りますから、減税と同じ。で、アメリカなんかは、ドル高と、それから、原油安で、ガソリン価格が下がって、お金が浮いたと。わーい、お金が浮いたー。で、何するかっていうと、クリスマス商戦で、物を余分に買うそうです。もう、これはアメリカの景気にますます良くなっちゃう。で、減税と同じ効果があって、しかもそれが消費に回るという素晴らしいサイクル。で、日本も同じです。日本は今、原発止めてるんで、火力発電ね、ガンガン燃やしてるわけですけれども、それでも3割も下がってくれたら、かなり助かります。で、もちろんその、電気を作るとき、石油を原料にして、ものを作ってるところも、原料が3割安くなったら、もう大助かりです。で、その効果、すぐに現れないかもしれないですけども、契約で、安い原油が入れば、それだけ有利になるわけですから、いずれ、それは企業収益が上がるという形で出てくるんですね。なので、基本的には先進国の株は簡単に売ってはいけない。特にアメリカの株は簡単に売ってはいけないというふうに思っています。この上昇の勢いが少し鈍りつつあるんですけれども、なかなかしぶといんじゃないですかね。もちろんいつかは循環的に下がる局面はあるんですけれども、ほっきり腰折れっていうのはアメリカに関しては考えない方がいいと思います。それで、これ実はですね、同じようなことが98年とか97、98年にあったんですよね。新興国がアップアップで、日本は消費税引き上げで自滅して、アメリカと当時、ドイツとかですね、辺良かったんですよ。もう本当、私のようなおっさんから見ると、またやってんなっていう感じです。で、この後何が起こるかって言ったら、金融緩和が長引いて、バブルが発生するんですよね。今はまだバブルじゃないです。何回も言いますけれども、
伝統的な尺度でおかしくないレベルの株価っていうのは決してバブルではない。バブルはそういうのでは説明のつかないような割高なところにいて、で、これはいいんだと。なぜならば、こうだからだっていう新しい理論がひねり出されるんです。Q レシオだとかですね。その、ぶったかい株価を正当化する理論っていうのが出てくるんですけれども。まあそれ、まだ出てきていません。なので、私の定義からいくと、まだ全然アメリカ株バブルになります。ところが、97、8年のパターンとすごく似てるというところから類推すると、まあ、ここから先何が起こるか、そしてどういう戦略を取らなきゃいけないか、まあ、分かってきちゃいます。それが、今の、まあ、ここ、特に数ヶ月のパフォーマンスの良さにつながっているんじゃないかと思います。どういうことなのか、もう、会員さんはですね、何度も何度も聞いて、もう聞き飽きたよって言うかもしれないんですけれども、もし知らない方は、ぜひですね、レポート会員にもなって、過去のレポートを見てみてください。もう、なんでこういう、なんで、ずっとこういうことを言ってきたのか、そしてこれから何が起こるのか、かなり明確な形で書いてます。来月もですね、がっつりと稼いで、このボーナスステージを応援していこうと思います。以上です。